梅崎春を2月15日から1965年7月19日は日本の小説家。海軍体験をもとにした桜島の成功で第一次戦後派の代表的存在となった。戦争物のほか人間心理の暗闘をギガ的に描いた死生事物でも評判を呼び作家としての地位を確立。第三の新人の先駆とも目されたがやがて新進部長となり、 原価を残して没した。福岡市須野古町を生まれ。旧制周遊館中学校、第五高等学校を経て、東京帝国大学文学部国文化に入学。同人し、寄港地を発行する。在学中、早稲田文学に、課税園を発表。卒業後、東京市教育局教育研究所にコインとして勤務する。徴兵を受け、鹿児島県で暗号兵として、 敗戦を迎える。この時の体験が、後の作品に反映されているが、配属された坊の津町の特別攻撃隊などについては生涯一切語ることはなかった。戦後、江口真一の素顔編集部に勤め、同志に桜島を発表。新進作家として注目される。1950年、黒い花。1951年、霊視 1953年、解体者がそれぞれ、直木賞候補となり、ボロケの春秋8月号で、第32回、直木賞を受賞。同年、砂時計で、第2回新潮社文学賞を受賞。1964年、京日太子で芸術戦勝文部大臣賞を受賞。翌1965年に、新潮6月号で、原価全編を発表した1ヶ月後、 観光編により、東京大学医学部附属病院で休止した。50歳没。現下で、毎日出版文化賞受賞。改名は、春獣院、現下天章愛、恵子み父親の健吉郎は、佐賀県出身で、陸軍士官学校を卒業した軍人であり、海軍大将、百武玄吾とも、旧姓佐賀中学の同窓父の福岡範属時に、 春尾が生まれた。祖父、梅崎町名の弟、梅崎綱吉は、佐賀で総橋として活躍し名を馳せた。第32回、直木賞は、佐賀出身の戸川幸夫と合わせ、佐賀の血を引く作家が同時受賞した。文学史上では、第一次戦後派作家のうちの一人とされている。1965年7月19日。 東京大学医学部附属病院にて観光編で死去。国別式は、ネリー・マクト・ヨタマの自宅で行われた。知人、友人など、武田由里子、富士日記、中高文庫、2019年、P111。岩井博史、作家の臨終、母肘店51ページ不法欄、日本経済新聞昭和40年7月20日15年、番組エピソード文豪の世界への誘い。 対策家の作品のドラマ化、NHK アーカイブス幻動の街、勃啓処房ありがとうございます。